どうしたの？いや、なんか4週連続でぶち声してないので、うん、まずはパーソナリティが鍛え直さなきゃいけないと思いました。なるほど、はい、それで腹筋、はい、やっぱあの腹筋曜日なんで、腹筋曜日なんで鍛えるところが違うような気がしますよね。いや、もうやっぱりあの僕らもラジオを聴く皆さんに新しい景色を見せる時がそろそろ、これが新しい景色そうそう、新しい景色、新しい景色、どうぞ新しい景色でーすブラボーブラボーでしょ。カラさんもやっぱ鍛えるべきですよ。もう最悪の30年しばれるよ、やっぱりもう一度ね元気に帰って、ラジオ機の皆さんが楽しんでもらえるような何かをね、腹筋でもいいですし、背筋でもいいですし、あ、木筋でもいいですよ新しい筋肉じゃん。あ、すごいね、すごいすごいすごい、あ、今の新しい筋肉新しい筋肉新しい筋肉すごいすごい顔が真っ赤だよ、頑張ってみんな、ラジオを楽しんでくれ今年もあと、ぶち抜きぐらいで残すところあと2回となりました、ね、今、そうです、皆さん、腹筋が崩壊するような面白いトークと番組を展開していきますので、ぜひ来週も参加してください。来週もちょっと面白いことが起こりますよ。みんなで新しい景色を見ましょう、はい、イエーイ、ブラボー、いいよね、何でもブラボーって言えばいいと思ってるよね。お疲れ様でした。ではまた来週。